はいどうもこんにちは。今回は世界中の数多くの CM や番組で使われるこちらのモノクロ写真に一部分だけの色を残す方法です。これによって商品だったり人物だったり強調したい部分を強く視聴者に見せることができるようになります。作り方もそこまで難しくはないので、じっくり見るよりも実際に動画を止めたり速度を遅くしつつ手を動かして作業をしてみてください。それでは早速始めていきましょう。まずはじめにあらかじめモノクロ映像にするつもりのクリップを準備しておきましょう。そしたら早速ビデオエフェクトのカラー補正にある色抜きというのを見つけ出して映像にエフェクトを適用します。そしたらエフェクトコントロールの下の方に色抜きの項目がありますので、そこの保持するカラーというところのスポイトを使って動画の色を選択していきましょう。色抜き量の数値を動かしていくことによってあなたの選択した色だけが写真の中に残ることになります。ただこのままだとあまり綺麗とは言えないので、次のクリップではもう一つ方法をご紹介していきましょう。これも先ほどと同様に色を残したい部分をスポイトで選択して色抜き量を上げていくのですが、映像が複雑で色が微妙な感じになってしまったらマッチングの適用というところから RGB ではなくて色相を使用に変更してみましょう。RGB はレッド、グリーン、ブルーの3色に対応しやすいですが、色相だとより細かい色まで識別してくれるので、より繊細な複雑な色まで読み取ってくれます。では逆にどういったものが色抜きをしにくいかというと、似たような色が一緒に混ざり合ったものです。さっきまでは緑と赤という反対色だけでしたが、例えばこのクリップは黄色と茶色があって、しかも反射している部分もありますね。こういった場合は普通通りやってしまうと、やはり抜ける色というのは限られてきます。どうしても黄色と茶色が一緒になってしまいますね。カラーを詳しく調整したい場合は許容量やエッジの柔らかさの数値を動かしてしっくりくる映像になるまで調整していきます。しかしこの映像の場合はそれでもコーヒーの茶色だけを抜き出すことが難しいので、マスクをかけてみます。コーヒーの茶色い部分をマスクで囲んでおいて、それを反転してみましょう。そしてコーヒー以外の部分を白黒にしていくのですが、やはり後ろのライトの反射などがどうしても境界をぼかしても消すことが難しいようです。ということなので次のクリップに行ってみましょう。通常通りであれば赤以外の色でも大丈夫です。ジーンズの色を残してみる際もカラーを保持しておいて、許容量とエッジの柔らかさで大体全てをカバーした後に、ほぼ完璧にジーンズの青色だけを残すことができます。はい、とまあ今回の動画は以上です。この動画は色彩やカラー補正のバリエーションとして、ミュージックビデオやあなたの動画でも一部だけを目立たせるのに十分に役に立ちますので、ぜひとも真似してみてください。はい、それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。もしこの動画が少しでも参考になったなと思ったら、チャンネル登録をしてコメント欄に一言メッセージをくれると嬉しいです。またアクションとコラボしたいという人も募集しておりますので、あなたからのお便りをお待ちしております。それではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。